11月4日金曜日3時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便向井康子のご案内でお送りしています。この3時台は日本の歌、心の歌、青春の歌、思い出のフォーカンポップス、昭和49年の作品からお聴きいただきます。9時台は性の言葉です。座り心地の良いずっと人生というテーマです。最初にお届けするのは山本幸太郎とウィークエンドで岬巡りです。この作品、山本幸太郎とウィークエンドの昭和49年6月に発売されたデビュー曲です。今も歌い継がれる大ヒット曲ですね。何かあの季節がこう初夏からそれから本格的な夏というような頃になると、この岬巡りをしたいなという気分になります。今は秋も深まり冬の気配という感じも近いんですけれども、でも夏を思い出しながらお聴きいただくことにしましょう。作詞山上道夫、作曲山本幸太郎、山本幸太郎とウィークエンドの皆さんの歌で岬巡りです。